本日は冒頭一件私の方からございます。本日の安全保障会議と閣議におきまして、F35 に関する国内企業の製造参画が我が国の安全保障に大きく役立つことに鑑み、日本製の部品等の F35 のユーザー国への提供は武器輸出三原則等の例外といたしました。この点に関する内閣官房長官談話は本日の官房長官会見において発表されることになります。私からは以上一件です。はい、それではご質問ございましたらお受けいたします。倉重さん、すいません、マイクございます、ちょっとお待ちください。はい、朝日新聞の倉敷です。はい、今の F35 の官房長官談話に関係してなんですが、はい、まず野田内閣では包括的に例外を認める官房長官談話が出ているんですが、うん、今回なぜ個別に改めて出す必要があるのか。まずその官房長官談話、これまだ今の時点では会見行われてないと存じます。本日、12時ごろと聞いてますが、この官房長官会見でこれ正式に発表されることになります。この発表した上でそれについてご説明するのが適切かと思います。ので今の段階ではちょっと私から、要するに本体が発表される前にですね、その周辺説明というのはいかがかと思います。あえて言えば今回の新たなシステムが導入された、以前の官房長官談話の段階ではそれが想定されていなかった、基本的にはそういうことだと思います。はい、よろしい、関連ですか。じゃあ倉重さんどうぞ。官房長官が発表するまでってことは分かったんですが、はい、その当時、想定されてなかったっていうことなんですけども、そもそもその武器輸出三原則って国際紛争等の助長回避という基本理念がありますが、これ自体が例外となるという認識を大臣は思っていらっしゃるんでしょうか。それとも今だから例外とした、先ほど申し上げたわけですが、そのなぜ、新たにこういった官房長官を出すのかという質問だったので、前回民主党政権時代に出された官房長官談話、出された段階では想定されていなかった新たなこのシステムがこの F35 においては適用されている、それに対応する措置であるということであります。はい、すみません、その追加なんですけども、これ、例外をするということであれば、この国際紛争等の助長回避ということは、これはもう担保する必要がない、それがまさにこれ中身、官房長官談話、中身にそれが盛り込まれて、触れられていると想像いたしますので、まずは官房長官談話、正式に発表されたものをぜひ見ていただいて、その上で政府としてしっかりその説明責任を果たしていきたいと思っています。はい、では次の質問いきたいと思います。斉藤さんどうぞ。共同の斉藤です。 F35 の絡みでお伺いします。今大臣のお話にあった通りですね、まだその発表されてないので、その中身については私今触れない形で質問させていただきます。すなわち今大臣がお述べになった発言の範囲内で質問させていただきたいんですが、この F35 導入予定国の中にはご覧の通りそのイスラエルが入っているというふうに今伝えられているわけです。で、今後ですね、そのいわゆるその日本国内企業が製造した、日本製部品ですね、これを組み込んだ F35 が、イスラエルに輸出される理論的可能性というのは、これは当然あるというふうに考えることができると思います。で、仮にそうした場合ですね、仮にそうした場合、先ほどの倉重記者からも指摘がありましたけれども、国際紛争、助長回避の目的
という観点から見てですね、大臣ご自身はですね、整合性が取れるというふうに理解されているのかどうかですね。そしてもう一つはその武器輸出三原則を超えて、日本はその平和国家としてのこのイメージというのを国際社会に対して強くアピールしてきたわけですが、その日本のイメージと照らしてですね、整合性が取れるのか取れないのか、大臣の率直なですね、ご見解をお伺いしたいと思います。今ご質問いただきましたが、まさにそのご質問に対してどう説明するのか、どう考えているのか、そのために出されるのがこの官房長官談話ですので、これがこれから出されるということだと思っています。はい、それでは次の質問に行きたいと思います。ございますでしょうか。はい、じゃあこちらの方。台湾連合法の代行官と申します。はい、日大漁業会議の予備 会議については、2月28日に、行われる予定でしたが、今延期するようになりました。やはり沖縄の漁業者への配慮でしょうか。そして、来週に行われる可能性はあるでしょうか。はい、それにつきましては今調整が行われていることは、承知しています。その日程のことについてはちょっと詳しく私はまだ報告を受けていませんので、その日程が、どうして延期になったのか、そしていつ行われるのか、それについてはちょっと今手元に、材料がありません。引き続き関係者でしっかりと調整をしていくべき大切な課題だと思っています。はい、他にご質問ございます。松本さん。時事通信の松本です。日韓関係についてお伺いします。はい、ちょうど今韓国のパク・クネ大統領演説終わったか終わらないかぐらいだと思うんですが、その演説の中で日韓関係について日本政府は積極的な変化と歴史認識についてですね、その日本政府は積極的な変化と責任ある行動を取らなければならないとかですね、あと加害者と被害者という歴史的な立場は千年の歴史が流れても変わらないという指摘をされているんですけれども、こうしたその大統領 その日本に対する歴史認識をめぐるこう姿勢というか対応を求める姿勢について大臣としてはどう受け止められているかと、あと昨日の大臣の外交演説に対して特に竹島問題に関する大臣の演説について韓国側が反発しているんですけれども、それに対する受け止めも合わせてお聞かせください。まずパク大統領の演説につきましては、ご指摘のように日韓関係について、日本の正しい歴史認識という、題目のもとに、この日本政府の積極的な変化と責任ある行動について言及された、こういった内容であるということを承知しております。まずこの演説に対する受け止めですが、日本政府としては両国間に難しい問題は存在いたしますが、お互いの立場を理解しつつ日韓間で新政権成立の機会を生かして、引き続き未来志向、そして重層的な関係を構築していく努力をしていく考えであります。このことは先の麻生副総理によるパク大統領への表敬の際にも双方で一致していることだと考えています。またこの外交演説に対する抗議ですが、昨日午後、韓国外交通商部から、在韓国日本大使館に対して、内容に関する抗議が、ございました。抗議に対しては我が国政府の竹島にかかる基本的立場に基づき応じつつ抗議受け入れることはできないという旨申し上げさせていただきました。しかし先ほども申し上げましたように、ぜひ
対極的な見地から未来志向で重層的な韓国関係、日韓関係構築のために努力をしていきたいと考えております。はい、五味さん。東京新聞の五味と申します。関連でですね、はい、昨日の韓国の新聞でユン・ビョンセさん、今度外務大臣になられる方ですけども、国会に提出した文書で、外交上最優先は米国で、その次は中国と、で日本はその次だというふうに言ったと報道されています。日本はですね、韓国について最も重要な隣国だとたびたび言っておりまして、大臣もですね、北朝鮮問題に対処する上で韓国との関係が大事だと昨日言及されたと思いますけれども、韓国においてはね、日本の地位がだんだんこう低下しているんじゃないかという見方もあります。この認識のギャップについてどうお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、まず、28日の報道で今ご指摘のようなこの発言があった、立場が明らかにされた、こうしたこと、こうした報道については承知をしています。ただ同じ28日 の、 その国会人事聴聞会、韓国の国会人事聴聞会において同じユン・ビョンセ長官候補ご本人が、報道に出たものは趣旨が正確ではない、外交においてランキングをつけるとか序列をつけることは適切ではないという趣旨の発言を行ったということを承知しておりますし、また日本については基本的には民主主義と市場経済を共有する重要な隣国、戦略的に相当な重要な国、こうした発言をされたということも承知をしております。長官ご就任前のお立場におられる方の発言、いちいちコメントすることは控えなければならないと思いますし、いずれにしましても我々のこの基本的な考え方は、先ほど申し上げたように難しい問題は確かに存在しますが、ぜひこの日韓で新政権が成立する、こうした機会チャンスを生かして未来志向重層的な関係を築くべく努力していきたいと我々は強く思っています。はい、時間の関係であと2問とさせていただきます。藤村さん。中国新聞の藤村ですけれども、昨日6日にオスプレイですけども、オスプレイの本土訓練が6日から行われるという発表がありました。地元の山口広島では、不安の声が上がったりとか、広島県知事が県民の納得ないままですね、訓練されるのは誠に遺憾であるというような発言もありましたけども、大臣の受け止めを教えてください。まず昨日この在日米軍からその外務省および防衛省に対し、3月6日から8日までの間、3機の MV22 オスプレイが普天間飛行場から岩国飛行場に飛来して、低空飛行訓練を実施する予定である、こうした通報がございました。低空飛行訓練等を実施する場所などさらなる詳細について今事務的に確認を行っているところです。外務省からはこの 米側に対しまして、この訓練にあたっては昨年9月19日の日米合同委員会合意を遵守するとともに、安全性を最大限確保すること、さらには地元に与える影響を最小限にとどめるよう、こうした申し入れを行ったところであります。今後とも先ほど言った確認事項等ですね、情報収集に努めると同時に、地元に対する配慮につきましても万全を期すよう働きかけていきたいと考えております。
はい、安住さん。フリーランスの安住です。韓国についてお伺いいたします。竹島問題に関連してなんですけども、韓国 の、 小規模商店街再生消費者連盟というところがですね、3月1日から日本製品不買運動を開始したという報道がありました。今参加の段階で 今の段階で60万人が参加ということで、この団体がですね、扱う日本商品は韓国で流通している日本商品の8割を占めるということなんですけども、竹島問題がですね、経済問題に、飛び火している状態についてですね、どういうふうにお受け止めになってますでしょうか。今の、件につきましても報道を、拝見、いたしました。さまざまなこの動きがありますが、我々としては、日韓関係、これはこの基本的なこの価値や利益を共有する大切なこの二国間関係、隣国関係でありますが、この日韓関係が、安定していることは、この二国間、二つの国の国民にとっての利益だけではなくして、東アジア、この地域のこの平和や安定のためにも大変重要なことだと思っております。確かにこのさまざまなこの難しい問題は存在いたしますが、ぜひこのそういった中にあっても、この全体のこの両国関係がですね、損なわれることがないように、大局的な見地からこの考えていかなければいけないのではないか、未来志向で、そしてまさに重層的にですね、さまざまなこの友好関係を積み上げていかなければいけないのではないか、このように思っています。ご指摘のような問題はありますが、ぜひ、乗り越えて全体として、大切な二国関係を充実させていきたいと、我々は思っております。はい、恐縮ですが時間となりましたので終わりたいと思います。どうもありがとうございました。